はい、皆さん、こんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さあ、今回は、リクエストに応えていく形で進めていきたいと思います。今回はこれですね。ウナイリンクス。こいつは、草食で一時期、ちょっと一昔前にかなり強かった草食竜ですね。はい。ぶっ壊れではないんですが、かなり強いという部類ですね。今回こいつを作っていきたいと思います。こいつも僕のデータがバグって消えた恐竜なんでね、そういう意味も兼ねて作っていきたいと思います。はい。ということで、ウナイリンクス、確かこいつかなりかっこよくなったという記憶が一応、あるんですよね。草食竜ではかなりかっこいいっていう、イメージが、こいつあるんですね。イケメンみたいなね。さあ、ということでピアノ打ちしていきますか。はい。レジェンドのハイブリッドっていうことでね、結構強いとは思うんだけど、ただなんかセグヌスクスっていう最強のね、草食竜がやっぱいるんでね、そこはちょっと超えれないっていうね。かっこよさで言えば、こいつの方がかっこいいんだよね、個人的に。こいつ何気にヤクザキックするしね、ヤクザキック。はい。ということで、これ4ペア作っていきましょう。さあ。ちなみに、この動画をね、ちょっと撮る前に、もう一個、その前に1個動画撮ってたんですよね。今来てる、イベントの草食恐竜チャレンジという、イベントがあって、それを撮ってたんですが、まさかのね、録画されていなかったという事態が起こってですね、やむなく、没というか、もう撮れてなかったんで、もうしょうがないなという感じになりました。はい。そのお話はちょっと、どんな感じになったかというのはね、最後にね、ちょっとお話ししたいかなと思います。はい。さあ、これ、ほんとレジェンドとかになってくると、本当にこう、一発成功、二発成功とかはなかなか、やっぱないよね。なかなか。3回。3回でいい方だな、正直。さあ、4ペア目ですね。さあ、一発成功。来たね。いいね。ウナイリンクス。さあ、こんな感じなんで。2回進化いきますかね。こいつなんだっけ？ウナイサウルスと何かを掛け合わせたやつですね。さあ、2回進化。水色、アクアブルー。すごいにじやかなっていうのかな、つややかっていうのかな。すごい、生めかしい、すごい、カラフル、綺麗な色してるんですよね、こいつ。3回進化までいくとね。さあ、もう一ペア作ってみましょう。はい。なかなか。やっぱ、かなり、全然進んでない。これね、本当に、一発成功ボタンが早く欲しいわって感じ。さあ、ウナイリンクスの2回進化が2匹できましたね。こんな感じで、この時点で結構虹色みたいな、すごい鮮やかなっていう感じがちょっと垣間見えますね。すごい、こいつはかなり、草食竜では一番かっこいい、個人的にかっこいいっていう感じがするんでね。おっと。餌パックが、餌がね、やっぱ、レジェンドハイブリッドとかなってくると、やっぱ1000万以上は、やっぱ必要になってくるのかな。やっぱ1回で100万餌とか、普通に要求されてくるんで、はい。まだ、2回進化なんでね。で、これで3回進化ですね。おー、いいですね。縦紙が、一歩成功。いいね。空気読んでくれるね。こんな感じで。おー、いいっすね。やっぱ、かっこいいね。うん。やっぱこう、王冠みたいな、こう、トサカが特徴的で、こう、縦髪がね、こう、顔の横にこう生えていて、目の周りはアクアブルーで、くちばしから、まあ、こう体もすっごいこう、虹色。すごいこう、艶やかな色してますよね。尻尾もなんかこのなんか、武器みたいな、なんかの武器みたいな、槍の先っぽみたいな感じになってるっていうね。すごいかっこいいよね。なんかこいつ、なんか、すごいよね。なんか、うん。普通ではまあありえないだろうけど、まあ、すごいかっこいいよね。背中にもトゲがバーって生えててね。はい。ということで一応、レベルマックスまで。あー、餌全然足りないわ。やっぱ2000万餌ぐらいまでは絶対必要だな、これ。レジェンドハイブリッドじゃ、レジェンドハイブリッドか。レジェンドハイブリッドの場合は、やっぱ2000万餌ぐらいは必要になるんだなっていう感じがね、どうしてもありますね。はい。はい、やりました。うん。うないリンクス。はい。ということで、最大レベルに達しました。はい、こうステータスがね、4000の体力と1200のアタックということで、普通に強いですね。うん。セグノスクスを除けばですけどね。はい。あいつは4000の体力と4000のアタックっていうね、まあ、かなりぶっ壊れてますよね。はい。ということで、生態見てみましょう。ウナイリンクスは黒い水の鼻先という意味だ。はあはあ。その学名は、体色とくちばしに由来する。黒い。まあ、そうですね。先っぽが黒いっていうのはあるな。確かに。うん。ウナイリンクスは非常に軽く、体重は45キロほどしかない。道のドーベルマンと同じくらいの重さだ。道でいいのかなこれ。ちっちゃいからちょっと読みにくいけど。おや、オスか。オスのドーベルマンと同じぐらいだ。って感じか。45キロめっちゃ軽いね。人間の、まあ女性ぐらいの体重ですよね。普通に。うん。で、ウナイリンクスの平均的な身長は約60センチメートルで、最高時速的約95キロで走る。めちゃくちゃ速い。やばいね。95キロとか逃げ切れない、絶対。うん。で、植物も食べるが、ウナイリンクスは、なんて読むのかな、これ。可食性かななんか、そんな感じかな。魚食性かな魚を捕まえるのに適した、形状の歯を持っている。うん。なるほど。まあ、草食だけど、一応そういう、なんか、魚食でもあるみたいな感じなのかななるほど。まあ、これね、かなり神々しいよね、正直。なんか、普通に見てて、こう作って、まあ、やっぱこいつってやっぱすげえなって、神々しさがやばいなって思うな。特にこう、尻尾がね、やっぱファンタジックというか、その感じがね、やっぱありますよね、どうしても。まあ、こんな感じで、ウナイリンクスは完成しました。はい。ということで、さっきね、最初に言ってた、バートルイベントが取れてなかった、こっちですね。ショーケース。これ、この、草食恐竜チャレンジ。これがね、取れてなかった。こう、イベント、こうやって報酬も良くて、3戦までは普通にこう、いけたんですが、4戦目がね、こんな感じになったんですよ。もう、フリー属性、完全不利で、向こうはもう、ぶっ壊れハイブリッドのみという、なんとも鬼畜な設定なんですよね、これ。うん。なんで、こう、セグノスクスの艦隊をもってしても、超運ゲーですね。先手取られて、どうしてもね、こう、やっぱ、不利属性で、向こうは体力めっちゃあるので、どうしても先手取られるんですよね。要するに、先に一匹負けちゃうっていう感じ、こっちが。うん。そうなると、もう、負け確定みたいな感じになっちゃうわけですよ。なんで、めちゃくちゃ運ゲーですね、これは。うん。なんで、4戦目はね、クリアできませんでした、僕は。はい。なんで、まあ、クリアできなかったということで、一応、報酬はもらえなかったんですけど、これはね、正直、おすすめできないかな。ちょっと難しすぎる。手駒がね、僕の手駒が強いので、敵がこうなっているっていう、それもあるかもしれませんけども、ただ、4戦目はこういう風に肉食恐竜とか、その不利属性に なるっていう多分、感じだと思うので、このイベントはあんまり、おすすめできないかな。報酬は結構美味しいんですけどね。テリジノサウルスとかシュノサウルス、ウナイサウルスですね。この辺がレジェンドで入ってて、スーパーレアとかもあって、最低限レアでもらえるという感じで、はい。いいんですけど、報酬はね、ただ、バトルがね、ちょっと運ゲーすぎて無理っていうね、感じでございます。はい。ということで、今回ですね、こちらのウナイリンクス、こっちをリクエストにお答えする形という、感じで作ってみたという感じでございました。ということで、今回この辺で終了したいと思います。